ダレルズ・ボンツイラは食肉目マダガスカルマングースカに分類されるマダガスカル固有の肉食哺乳類。本種と皿のマングース・サレノワーコンコロールデでサラのマングース属・サレノワーを形成する。両種は遺伝的には禁煙であるが形態が明らかに違うため別種に分類された。2004年に最初の個体が目撃され2010年になって新種として発表された。 2010年10月までに4匹確認されているが、その場所はいずれもマダガスカル島最大の湖である、アラオトラ湖周辺であった。赤茶色の体毛を持つ小型の肉食哺乳類で、禁縁種サラのマングースとは、足の幅が広く肉球が張り出していること、腹部の体毛が赤単光色であること、幅広で頑丈な歯を持つことといった違いがある。捕獲され、 体重を計測されたのは2匹だけで、それぞれの体重は6 0 0ムと6 7 5ムであった。湿地に生息し、おそらくは、甲殻類と軟体動物を捕食する。生息地であるアラオトラコの生態系は危機にさらされており、外来種との競争で絶滅の危機に瀕している可能性がある。なお、ボンツラ・ボンツァイラとは、 マングースに似たマダガスカル固有の肉食動物を指すマダガスカル語の言葉である。2004年、ダレル野生動物保護基金がマダガスカル島最大の湿地帯であるアラオトラコ地区でジェントルキツネザルハッパリマーの調査をしていたところ、湖を泳ぐ小さな動物を目撃した。DWCT はこの動物を捕獲し、 写真を撮ってから話したが、撮影した写真を分析したところ、マダガスカルに生息する、猫目マダガスカルマングースカの、どの種に当たるか特定できなかった。このため DWCT は2005年にさらに2匹を、捕獲、そのうち1匹を殺し、形態を比較するなどして詳しく、調査した。2010年、保護活動家、ジョアンナ・ダービンと、気候変動対策における、 コミュニティ及び生物多様性への配慮に関する企業、NGO 連合、自然遺産、ロンドン自然種博物館、コンサベーションインターナショナル及びダレル、野生動物保護基金からなる調査チームによる報告書によって学名を、サレノワ・ドゥラライと名付けられた。種商名のドゥラライは、保護活動家でダレル野生動物保護基金の創設者で、あるジェラルド・ダレルにちなんで付けられた。 なお以前から地元の村人たちの証言によって、アラオトラコに小型の肉食獣がいることが分かっており、サラのマングースサレノはコントロールの禁煙種ではないかと推測されてきた。サラのマングース属に分類されているが、この属はこれまでマダガスカル東部に生息するサラのマングース一種のみで構成されてきた。二種は形態上大きな差異が認められるが、 ミトコンドリア DNA の構造は大変よく似ている。よって発見者は、アラオトラコの個体を、その重大な形態学上の違いの観点から別の種とすることを選んだ。この形態の独自性は、アラオトラコの湿地帯に適応した結果であり、これと似た例として同じくアラオトラコ周辺に生息する、キツネザルの仲間アラオトラジェントルキツネザルハッパリマー。 アレイティレンシスがより後半に生息するハイエロジェントルキツネザルハバリマーグリーススと遺伝子的によく似ているが独自の種として認定されたケースがある小型で細身のマングースのような皿のマングースに近い外観を持つ体毛は赤茶色で皿のマングースよりは色が薄い頭部から後頭部にかけて小さな反転がある下部腹部は赤みを帯びた 淡い黄色だが皿のマングースのような茶色がかった色ではない。尻尾はほぼ体色と同色だが先端は高褐色である。毛で覆われた次回の内側は赤みを帯びた淡い黄色で幅広の足の先端には毛がなく、肌の色は前肢で単光色、光肢は暗褐色で肉球の張り出しがある。前肢光肢とも各々5本の指に暗褐色の長い爪がある。 また足の外縁に沿って、ゴワゴワした毛が、列状に生えている。なお皿のマングースは、対照的に足は細く、肉球もあまり発達していない。外資的は、長く、柔らかい。皿のマングースされのはコントロール。禁煙種。上ズは、尾の部分が未完成である。捕獲された、正規準標本2体のうち、1体は、メスで、 東道長310ミ、mm、リメートル、尾の長さは210ミ、mm、リメートル、甲子の長さは66.8ミ、mm、リメートル、耳17.5ミ、mm、リメートル、体重は675グラムであった。もう一体の標本はオスで、一時的に捕獲された後、離されたが、東道長330ミ、mm、リメートル、尾の長さは175ミ、mm、リメートル、体重は600グラムであった。 これら限られた情報からではあるが、ダレルズ・ボンツィラは皿のマングースよりもやや小型であると推測される。頭骨は外して皿のマングースに似るが、鼻先は平たく、色が濃い。尾骨は平たく短くて、口外は平たく幅広である。化学は頑丈で、傾斜の急な針状突起がある。こうした頭骨及び歯の計測値を分析した結果に、からも、 皿のマングースの形態には明らかな差異が認められる。葉は皿のマングースよりもがっしりとしており、表面積も大きい。上額切心1番、2番は3番よりも小さく、剣士とは理解している。剣士も皿のマングースのものより丈夫である。上額第1小球歯は小さめだが、第2、第3球歯は大きく、皿のマングースのものよりも短くて、幅が広い。 第4小球子は、第1球子と同じくらい大きい。第2上学球子は、第1球子の3分の1ほどの大きさしかない。第1化学摂誌は、第2、第3よりも小さい。化学研子、小球子、第1球子はよく発達している。第2球子は幅広だが、サラのマングースのものより小さい。発見された場所は、アラオトラ湖の動画。 海抜750メートルにあるアンドレ橋地帯であるが、この場所は禁煙種サラのマングースの生息地から55キロメートルも離れている。最初の個体は湖を泳いでいるところを目撃されているが、おそらく湖岸にいた人間から逃れようとしていたのであろう。後に湖面に堆積した浮草の上で2匹が捕獲されているが、このことは主に沼地に生息し、 森林に生息する皿のマングースとは、生息環境が大きく異なることを意味している。頑丈な牙は、皿のマングースのように昆虫を捕食するよりは、貝類やエビカニなど甲殻類の硬い殻を割り、あるいは小型の脊椎動物などを食べるのに適したものである。実際、捕獲された2匹は、魚と肉を餌にした罠にかかっている。こうした修正は、 アフリカ大陸本土の湿地に生息し、浮草の上で生活する、ヌワマングースアッテラックスパルディノーザに近い。唯一の生息地であるアラオトラコは、環境汚染、湿地の破壊、魚の乱獲、外来種などによって、生息環境が脅かされている。同じく、マダガスカルにしか生息していなかった、脇赤カ,カイツブリタキバプテスルーフォーラバタスは2010年4月に、 絶滅が宣言されており、また同地におけるジェントルキツネザルの個体数が1994年から1999年にかけて30%も減少していることから、個体数が少なく限られた地域にしか生息しないため、おそらくは、小蛇ャ猫やクマネズミとの生存競争によって危機にさらされている可能性が高い。 ダレル野生動物保護基金は、アラオトラ湖地域の保護活動を行っており、この地域は保護地域に指定されている。2016年の時点で、IUCN レッドリストでは本種を無識標本となった個体しか採集されていないこと、形態の異が小さいことからサラヌマングースのシノニムとして扱っており、IUCN レッドリストで本種に対する評価はない。ありがとうございます。